こんにちは、自動車研究家の山本慎也です。今日の現地現物はですね、東京都サロンで世界初公開された GRMN ヤリス、開発中のプロトタイプなんですけれども、試乗することができたのでお届けしたいと思います。ただ先に言っちゃうんですけど、あまりにこう興奮してうまく喋れなかったので、まずどういう車なのかというところを冷静に解説していきたいと思います。ここに虎の巻があるのでいきますね。2015年にね、トヨタ自動車のトヨタ昭夫社長は世界ラリー選手権への復帰を宣言しました。この時モータースポーツを起点にもっといい車を作るっていう、当然頭の中にはあったんですけど、その一つの構想が WRC マシンの血を受け継いだスポーツ 4WD を作るというところだったんですけど、それがまあ GR ヤリスですね。これはもともと2020年に市販化されて、まあすでにね、まあ僕もあの一オーナーとして乗っているんですけれども、まあ今までのトヨタとはちょっと違う車、すごいいい意味で言うとぶっ飛んだ車みたいなね、トヨタのものづくりみたいなものをこう新しいことをしていく挑戦がすごい込められている。まあそれが何かというと、例えば従来のルール基準とかそういうものをもう完全にあの考え直した設計の仕方、あとデータとドライバーのコメントをすごい紐付けしたこうテスト方法であったりとか、すぐ直す、その場ですぐ直してすぐチェックするみたいなスピード感、車内のテストドライバーではなくてプロフェッショナルのドライバーにもちゃんとこう意見を聞くっていう評価方法、さらにスーパーカー並みの高精度を量産するというね、いろんなものが込められている車なんですね。だからこそまあ実際にステアリング握っている人が、これ今までのトヨタ車と全然違うよねっていうね、驚きと感動みたいなところがすごいあったと思います。ただこの GR ヤリス、当然正式発売された後も鍛え続けられてきました。例えばスーパー耐久参戦とか、あと全日本ラリーですね、ここでまあ壊しては直し、壊しては直しっていうね、まあ、当然そのロードカーとしてのまず GR ヤリス一つのまあパッケージとしては成立してるけど、これをじゃあ競技に使ってどうなのかと、モータースポーツを起点にして作った量産車をさらにモータースポーツに活用するとどうなるのかっていう、そういうこうトライアンドエラーをずっと続けてきたと。でそれなぜかっていうと、やっぱりもっといい車作りっていうのはゴールがないから、とにかくやり続けるっていうところ大事だと思うんですけど、まあ、そこで得られた知見が、知見とかね、技術をフィードバックしたのが GRMN ヤリスだと。誤解してもらいたくないのは、 GRMN ヤリスが出た背景は GR ヤリスが何かこう劣ってる部分があるから出たかっていうと、実はそんなことはなくって、一つの形としてロードカーとしての形は GRMN ヤリスは一つの究極であると。ただモータースポーツを通じて鍛えたものをユーザーに早く還元したいというね、豊田社長の強い思いが、まあ、この車を生んだと。だからつまりマーケティングとかそういうこうものから生まれた車ではなくて、開発していった結果出していいのかなっていう、出していこうみたいなね、そういう車に仕上がってます。 GRMN ヤリス、どういう車になってるのかを少し紹介していきたいと思います。まあ、GR ヤリスはね、ロードカーとしてどの道でもどういうシーンでもどういう状況でもしっかり走れるっていうところがまあポイントなんですけども、 GRMN ヤリスはその走りっていう部分を少し先鋭化させたスペックですね。いわゆるサーキットバージョンではなくて研ぎ澄ましたと言った方が正しいかもしれないですね。大きなポイントが車体ですね。ノーマルに対してスポット打点541点の追加と、構造用接着剤12メートル延長というね、これもあの GR ヤリスのボディがダメだったからじゃなくて、例えばモータースポーツの車を作るときに、やっぱ職人によるこういろんな後作業、例えばスポット増しであったりとか、そういうねボディ補強みたいなところの考え方っていうのは当たり前のことなんですけど、それをじゃあ量産車にフィードバックしたらどうなるのかっていう、そういうところの挑戦ですね。まさにこれ本来は量産でやるのは本当に難しいんですけれども、現場の人がこここうやって工夫するといいよみたいな、こういうことやっていくとこれだけ補強が追加できますっていう、なんか現場からグッと上がってきたものを、じゃあそれやろうよみたいな、そういう形で進んだそうです。でさらにルーフが、今 GR ヤリスカーボンルーフなんですけれども、それに加えてボンネットもカーボン製に変更されてますね。ルーフも含めてなんですけど、あの SMC という割とこう安価にできるカーボンから繊維紙 FRP、 いわゆる網目のしっかりした FRP に変更されてます。でこれね、実はあの結構すごいことで、トヨタのいわゆる塗装基準みたいなところ、光沢とか耐久とかそういう基準をしっかりとクリアしてるカーボンパーツ
だそうです。まあね、どうしてもあのアフターのカーボンパーツって経年劣化でこうクリア層が剥がれてガビガビになっちゃうみたいなところあるんですけども、まあそういうところは全く問題ないトヨタクオリティを実現してるそうです。でさらに乗車定員が、2名に変更されてます。リアシートがありません。でこれらのまあ細かい軽量化で約20キロ軽くなってますね。車軽いこと大事ですからね。でさらにエンジンは ECU 制御の進化で最大トルク370ニュートンから390ニュートンにアップしてます。これ出力は272馬力で変更ないんですけれども、まあ、風の噂ですが、まあ、当然この車あのアップデートプログラム入ってますからいずれ出力アップはあり得るかなという気がします。まあスーパー耐久の車がだいたい300から320馬力というふうに言われているので、まあそれに準ずるスペックに進化するのは間違いないかなという気がしています。で、それに合わせてハード側に実は手が入っているそうです。まあその一つの例がピストン、もともと GR ヤリスのエンジンはバランスされたものをセレクトして使っているんですけども、GRM ヤリスはそれの中でも一番軽いものを組み合わせているというところで、かなりレスポンス吹け上がりみたいなところで、違いがある。そうです。トランスミッションも変更されてますね。クロスレシオとローファイナルギアの変更です。これまあもともと GR パーツの競技用のパーツで手にすでに販売はされてるんですけれども、モータースポーツの知見をもとに強度アップしっかりされてます。さらにそのいろんな耐久レースでシフトが微妙みたいな、やっぱりドライバーからのフィードバックが入ってて、それ原因何かっていうと単なる強度アップだけじゃなくて、やっぱリンケージみたいなところの見直しみたいなのも実はしっかりされてます。さらに前後デフ GR ヤリスの RZ ハイパーパフォーマンスにはトルセン LSD 前後に入ってるんですけど、今回機械式 LSD を前後に装着してますね。これもすごいですね。あとまあこの辺のね GRM エアリスとしてのその走りというところをこう組み立てていく中で前後駆動力配分も変更されてます。これ具体的に言うとトラックモード今まで50対50だったんですけど、これが45対55に変更されてます。さらにインテリアまあ細部の変更にとどまるんですけども、サイドエアバッグ付きのレカロ製フルバケットシート、リクライニングしません。これねおそらくなんですけれども、日本でも発売されてない SPG をベースに GRM エアリス用にチューニングされたものですね。実際これシートポジションもノーマル割と高めのポジションなんですけれども、約20ミリくらいヒップポイント下がってます。でさらにステアリングとシフトノブ、サイドブレーキなどがいわゆるバックスキン巻きになってます。これ結構手触りいいですね。あとね嬉しいのはメーターですね。ちょっと、GR ヤリスのメーターはいわゆるヤリスの廉価版のメーターをベースに組み立ててるので、ちょっとそっけないところはあるんですけど、これ文字盤のところがかなりかっこいいデザインに仕上がってます。で今回の車はオーディオレス、これオプション設定あるらしいんですけれども、まあオーディオレス、あとトヨタセーフティセンスは今回未装着ですね。この辺はちょっとかなり割り切ったところはあるんじゃないかなという気がします。この GRM ヤリス実は3つのグレード展開バージョンがあると、3つのバージョンがあると言ったらいいかもしれないですね。でまずそのスノーモデル GRMN ヤリスはある意味なんかね、例えるならば GR ヤリスの RC に相当するグレードですね。カスタマイズをベースにするから肝のところはしっかり押さえて、あとは交換前提、例えばタイヤホイールとかねサスペンションとかそういうところはもう交換することが前提よっていうのがそのスノー GRMN です。でさらにそれにサーキットパッケージですね。これはまあいわゆるスーパー耐久のかなり知見がフィードバックされてる、ものなんですけど、まあサーキットで最もこう威力を発揮できるような、威力をできるというかサーキット走行に軸を置いたと言った方がいいかもしれないですね。あくまでもナンバー付きの車なのでオールラウンダーな性能は持ってるんですけど、その中でもサーキットに軸足を置いたという車ですね。例えるならば家からそのままサーキットに行ってサーキットアタックそのまましてそのまま帰ってこれるみたいなスペックですね。例えばタイヤはアドバンの A052、これもストリートラジアル最強と言ってもいいと思うんですけれども、235サイズにアップされてます。で、これもね、すごいのは、こういうハイグリップ履いてながら、ちゃんと通過騒音規制とかしっかり適用してるところですね。エクステリアとカーボン製のリアウィング、サイドスカート、リップスポイラーなどが最初から標準装備されてますね。これ、フロントはいわゆる GR パーツで出てるものなんですけれども、まあ、僕もつけてるんですけれども、前後のバランスがやっぱりちょっと前寄りになりすぎてるところがあって、リアウィングつけることで前後バランス整ってるんじゃないかなっていう気がします。で、さらにサスペンションですね。サスペンションはビルシュタイン製の減衰力調整式、これいわゆる車高調なんですけれども、まあ車高は推奨というところでマイナスノーマル比マイナス10ミリというところになってます。でさらに、まあ、タイヤと合わせてホイールは専用の BBS ホイールですね。この組み合わせになってます。でもう一つラリーパッケージというのがありまして、これはね日常走行の非舗装路ですね、非舗装路の走行軸に置いたスペック、まあ、これはGR パーツの競技用でラリー用のショックアブソーバースタビリングセット、
アンダーガード、ロールバーなどが、装着されたもので、まあ、これはちょっとね、いろいろ問題が、認証上の問題もあるので、これは販売店装着で対応するそうです。こんな感じですね。で、今回乗った車はサーキットパッケージ。当然まだ開発は続いているんですけれども、当然かなり開発の終盤に差し掛かっているというところで今回、試乗させてもらったんですけれども、試乗時間約20分の短い期間だったんですけれども、まあこの辺の模様と、あと開発責任者の斉藤さんと評価ドライバーの一人である豊岡さんに、お話も聞いてますので、それも合わせてご覧いただけると幸いです。では、どうぞ。自動車研究家の山本慎也です。筑波サーキットに来てます。なんと、東京オートサロンで発表された GRMN ヤリスにいち早く乗れるということでご紹介したいと思います。多分喋れないのでご容赦ください。おお、すげえ曲がるな、これ。おお。なんだよ、これ、四駆と思えないな。なんかいきなり全開でいけちゃう安心感がありますね。なんだこの安心感は。おお、アンダーステアが出ない。そして IMT が優秀。これノーマルと違うぞ。なんだこれは。アンダーステアが出ないのに四駆のスタビリティはあるっていう。うわ、踏んでける。踏んでくとどんどん曲がるわ。なんだ、それしか。こんなに安心して筑波を全開で走られる車は初めてかもしれない。タイヤのギリギリまで使えるな、これ。うわ、楽しい。これはね、一つの究極の GR ヤリスだぞ。ちょっと、なんかね、何が違うってね、四駆とは思えないのとね、10ミリローダウンしたとはだけとは思えないくらいのこう低重心感っていうんですかね、路面に吸い付くってこういうことなのっていう感じがすごいします。どっちかというとノーマルは割と、まあ、当然四駆なんだけど割とちょっとアンダーっぽいっていうか、前のタイヤが結構前のタイヤのが余計に仕事してるなっていう感じがするんですけど、 GRMN ヤリスは四輪がしっかりなんか美味しいところを仕事してる感じがすごいしますね。そしてね、エンジンがね、すごいパワー感っていうのはそんな変わらないんですけど、ターボの谷間がなくてすごいフラットなトルクなので、どこからでも加速していく感じ、これはすごいぞ。なんかね、四駆のすごい嫌なところがないですね。
これトラックモードで50対50から45対55に変わってるんですけど、すごい合ってる。なんだこのすごさ。似てるところはあるんだけど別物だこれ。これはすごいぞ、ほんとすごいぞ。レーシングカー S 帯の車ってこんな感じなんでしょうね。これくらい乗りやすくないと多分24時間なんて戦えないし、なんかねパッと乗ってもう1部屋まででこれ大丈夫だっていう確信が得られました。僕のレベルと正直探り探りのドライビングになっちゃうんですけど、これはね本当に一気に行ける感じ。いやシフトがかっちりしてるし、ステアフィールもすごいしっかりしてるな。で最終コーナーもアンダーステアないな。すごい対話性がある。これはねずっと乗ってたいね。これいやこれはすごいよ。誰でもこれはこの性能は出せる。この IMT は本当上手だな。どこからでも加速するな、このトルク特性は。すごいよ。もうすごいとしか言いようがねえやこれ。もう GR ヤリスのね、なんて言うんだろう、いろんなところがなんて言うんだろうな、全ての精度がピタッと揃った感じ。ロードカーとして当然 GR ヤリスはベストを尽くしたっていうところだけど、そこからさらに研ぎ澄ませた、いろんなところの純度が増してるっていう言葉がすごい正しい。だから一つ一つの伸びしろはすごい小さいものなんだけど、それが全部こうバランスとかハーモニーが揃ったっていうところでものすごいこう威力を発揮してる感じですね。うわこれはすごい。もう本当申し訳ないけどあんまりこう細かい話ができない。運転に没頭しちゃうこれは。でこれね時間制限があって仕方なく戻るって感じで、本当に燃料ギリギリまで使い切ってまで乗りたい。タイヤもギリギリまでっていう感じ。いかがでしょうか。いやこれね仕方なく戻ってきたって感じですね。燃料切れるまでずっと走っていたいって感じで、長く走ってても最初のラップと変わらないフィーリングだから、なんかまだいけるまだいけるって言ってずっと乗ってたいこれ。で GR ヤリスと別物のところと、 GR ヤリスからちゃんとしっかり受け継いでるいいところが本当によくあって、よく言うとねすごい研ぎ澄まされた GR ヤリスって感じですよね。だから単なるあのチューニングカーとかそういうことじゃなくても、一台の車としてまた出来上がってるような感じがしました。これはね相当悩みます。買い替えるか今の車を可愛がるかっていうのはすごい悩みます。森蔵さんこれ買うか買わないか本当悩みます。まあ当たるか当たらないか別の話として、これはねみんなに乗ってほしい車ですね。
TRM レース始動してきたんですけども、はい、自分のインスタ映像がもうすごいとか速いとかしか言ってないので、もうちょっとこう噛み砕いていろいろお聞きしたいなと。はい、よろしくお願いします。僕 GR ヤリスオーナーなんですけど、はい、なんかね、ものすごい研ぎ澄まされた GR ヤリスっていうすごい印象を受けたんです。必ずこう別の車かなって一瞬思ったんですけど、ちゃんと GR ヤリスと GRM レースがつながっているっていうところがすごい実感できたなと思うんですけど、はい、その辺はやっぱり意識されてた。正直これを例えば GR ヤリスを研ぎ澄まさせようとか、なんかこう開発目標をパッと決めてそこに向かってなんか歩んできたっていうことよりも、本当にスーパー耐久とか全日本ラリー、まさにこの GR ヤリスが発売した後、まあ、森蔵さんはじめプロのドライバーの方々が実際にレースで使った時の、まあ、失敗、課題、それからもう少しこうしたらいいっていうのをどん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 高速高 G の領域で突き詰めた結果、こういうここにこの車に入ってきた。じゃあ何かを作ろうっていうんじゃなくて、モータースポーツで壊して直して壊してっていうものをいち早く鍛えたものをお客さんにフィードバックさせようっていう思いが強く、はい、もう未だにまさにそれこそ豊川さんと全日本の最終戦まで本当に苦労して苦労して、で勝田選手が勝ってきたですけど、最初にやっぱり失敗があったので、燃えましたよ。燃えちゃいましたね。でもああいうことがあったからやっぱりもっと鍛えなきゃいけない、強くしなきゃいけないっていう思いがあったわけですよね。でどん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 そのドライバーの乗りやすい車っていうか、ドライバーの要求に応えてったのが、なんかそのまんまこういう GRMN になったっていうか、なってきたっていう、ざっくり言うとそんな感じですよね。そうですね。だからこの、うん、ね、実際乗せてもらって、はい、僕もプロドライバーじゃないんで、僕、そのプロのレーシングドライバーではないので、そんなに一瞬でこの車を察知してってなかなかできなくて、それ一周くらいかかるのかなって正直思ったんです。 VSC オンにしたままで行った方がいいのかなとかっていろいろ考えたんだけど、1コーナー曲がってヘアピンに行くまでで絶対大丈夫っていうのが確信に変わって、そこからもうすぐ全開にできたんです。なるほど。で、まあ、今回まだ探り、正直探り探りだけど、はい、1分4秒の前半、はい、だプロドライバーの1秒ちょい落ち、うん、そうですね、1秒ちょい、までは1秒半いけちゃうんだっていうのは、はい、ね、自分でも驚きで、変わった部分も最初にいろいろレクチャー受けたんですけど、なんかどこがいいとかじゃなくて、いろんなものの積み重ねがハーモナイズされて、ものすごいこう大きなパワーになったなっていう。そうですね。森蔵さんもよくレースの世界で安心して安全にレーシングドライバーが踏んでいける車を作ろうっていうのを言われてる。まさにそれを今まだ改善改善で続けてきてる。まだこれ完成じゃない。そうなんですよ。やっぱりレースの世界でも最初爆発しちゃった初戦からもう突き詰めてきて、だんだん勝てるようになってくるじゃないですか。でもレースって勝ったらもう次に向けて、どのチームもどのメカニックエンジニアも次にまたこの車どうあったら向上できるんだろうって、その繰り返しなんです。それを教えていただいた感じがします。で今回、まあ、GRM ヤリスのプロドライバー大島さんと石浦さん、あと、まあ、佐々木さんも入ってると思うんですけど、はい、まあ、豊川さんこの車やっぱ味付けっていうか評価を担当する。そうですね、ドライバーの方の意見を噛み砕くっていうと恐縮ですけど、そういったような立ち位置でやりましたけども、ほぼだけどドライバーの要求にストレートに答えたっていう。豊川さんも その意見を聞いて、そうだよねって思ってやっぱり良くしてこう、はい、で森蔵さんがやっぱり森蔵さんにも当然乗っていただいてて、森蔵さんはその繰り返しですけどしょっちゅう言いますけども、車と その対話、それを一番大事にされてて、もうそれを突き詰めていったまさしく車っていうフィーリングを多分感じていただけたと思うんですけど、いや本当僕正直今までつくばサーキットで乗った車の中で、はい、こんなに安心してこんなに速くこんなに手の内に乗れる車って多分初めてなんですよ。で今回時間の制限があってやっぱりピットに戻ってこなきゃならなかったんですけど、まあ正直仕方なく戻ってくる燃料カラカラになるまで走っていたいなっていう気になる、はい、車でも僕一応 GR ヤリスオーナーなんで、自分の車も可愛いなって思 こう非常に難しい進化幅を知ってるんだけど、自分の車も可愛いなっていうこのすごい葛藤がすごい今あります。 GRMN パーツいろんなものあるじゃないですか。
これは今まで買ってくれた GR ヤリスのオーナーには還元はしてもらえるんですか？はい、その通りで、この、例えばエンジンフード、これも S 体で鍛えてきたものですし、リアのウィングなんかもこれ今の GR ヤリスのオーナーの方々に買っていただいて、でアップデートをしていただける、そういう内容になってます。でちゃんと今までのお客さんもちゃんと進化する実感が得られる、はい、で当然 GR エメリアリスは1台の車として作っているから、はい、それはそれで一つのパックですよっていう、はい、実際今限定500台じゃないですか、はい、おそらくですよ、ええ、すごい僕も受注の何ですか申し込みはしてるんです。ありがとうございます。倍率も非常に高そうだと、はい、これ500台以上作るの難しいんですか？なかなか難しい質問しますはい、でもなんか次も見たい、次も見てみたいっていう気がしますよね、うんうんうん、まあ当然これは今の時点での一つの形だと思うんですけど、当然その先考えていくとこの車を超えなきゃいけない。そうですね、この車もこの車で実はまだその先にアップデートをするっていうことを、はい、私たちも発表させていただいてます。アップデートプログラムとパーソナライゼーション、はい、そこもこの車でお客様と共に成長していく姿を実現していきたいなと。あとはその人仕様ですね。そうですね、俺様仕様にできる、ドライバーに寄せていく作業、これレースで我々学んできた技術ですので、ぜひそれも楽しんでいただきたいですね。じゃあまだまだ開発が終わりってわけではなくて、はい、まだまだ続く。そうですね、今日まさにここでもこれ鍛えてましたから、はい、いや本当にね、こういう仕事してるのもっと冷静に分析しなきゃいけないんだけど本当に乗っててピュアに、はい、なんかおたけびというか、はい、魂の叫びみたいなことしか正直言えなかったくらい驚きの車です。 ありがとうございます。本当に悩みます。ありがとうございます。ぜひありがとうございました。